男爵の冒険より、ベーコンをつけた一本の紐でカモの群れを一網打尽にした男爵は、羽ばたきを始めたカモたちによって大空を飛び帰宅する。ほら話は、大げさに言い立てられた作り話のこと。ほらはほら貝が名の由来である。もともとほら貝には、山野の地中に住み、生気を得て、海に入り、その際に山が崩れ洪水が起こるという俗信があった。ここから、近世初期には、ほらが意外な大儲けをするという意味で用いられ、大きく誇張された奇想天外な内容を持つ、ほら話、あるいはそうした話で人を楽しませるほら吹きが活躍する話、またほら吹き同士がほら合戦をする話などは、世界各国の民話や世間話に類例があり、そのいくつかは、現代においても人々に親しまれている。アメリカ合衆国には、ほら話の民族的伝統があり、これらはこの国の民話を形作る基本的な要素であるだけでなく、アメリカ人の性格やユーモアを規定する上で重要な要素となっている。アメリカの伝統的なほら話は19世紀、南西部の開拓民や漁師、また当時唯一の交通機関であった河川の船乗りたちの間で生まれた。辺境で孤独な生活を送っていた彼らは、部落の酒場や森のキャンプの焚き火などに集まると、自分たちの強さや勇敢さ、頭のキレの良さをめぐって、壮大なほら話を始めたのである。その際に、大げさな雄たけびや叫び声を上げたので、彼らはしばしば、ロアラーやスクリーマーなどとも呼ばれた。ほら話に登場する巨人ポール・バニヤンの像、トールトークと言われるこうした習俗の中で、いくつかの決まった英雄的人物の話が生まれ、語り継がれるようになった。その一部は彼ら自身、ほら吹きとして知られた実在の人物であり、例えば、ミシシッピ川の荒くれ者マイク・フィンク、テネシー州議員で、アラモの戦いで玉砕したデイビッド・クロケット、インディアンとの武勇伝の中で自分を殺してしまったジム、ブリッチャーなどが有名である。アメリカ中に、リンゴの木を植えて回った、ジョニー・アップルシードも実在の人物が元になっている。また一部は労働者の間の作り話や労働家などから生まれ親しまれるようになった伝説上の人物であり、巨人の木こりポール・バニヤンや蒸気ハンガーと渡り合ったジョン・ヘンリーなどがいる。これら多くのホラ話の英雄は当時の新聞や雑誌、単行本などに記載されることで広まっていった。ペーコスビルのように観光物に掲載された物語から生まれた英雄もいる。東北部のヤンキーの風刺的なユーモアと対照的なほら話のユーモアはまたアメリカの近代文学の源流の一つでもある。マーク・トゥエインのキャラベラス郡のなたかき飛び交わずや T.B. ソープのアーカンソーの大熊、ワシントン・アービングのリップバン、ウィンクルなどはほら話の古典であり、またエドガー・アラン・ポーの疑似科学を題材にした作品も、ほら話の流れを組むものと見ることもできる。こうした伝統は20世紀以降も、大げさな表現を頻発する少年が、語り手のサリンジャー、ライ麦畑で捕まえてや、歴史を誇張をたっぷりに捏造する、ピンチョン、バースといった作家の作品の中に連綿と受け継がれている。日本のほら話には、大量に取ったカモに惹かれて空を飛ばされてしまう。カモドリゴンベエ、傘を差したまま風に乗って、雲の上まで行く。トラヤンの天のぼりといった、誇張譚のほか、ただの奇術を望遠鏡のように見せかけて、天狗を担ぐ、隠れさりつ、ホラの種本を持っているというホラで相手を担ぐ、ホラの種本のようなホラ吹き話がある。またホラ吹き自慢の男が別の国のホラ吹きに会い、どちらがより大きなことを言えるか勝負する話は、テンポ比べとも言われており、各地方に様々なバリエーションが存在する。愛媛県や高知県では、この種のほら吹き話は、トッポ話と呼ばれ、岩礁トッポ話、黒おじトッポ話、山でのトッポキツ、久米の城トッポ話などのように、人名、地名を冠したものが各地で親しまれており、これらは、一発の弾丸で、多数の獲物を仕留めたというような型通りのほら話も多く含んでいる。その他鎌倉時代より続く、吉備津神社のほら吹き神事や、青森県大鰐町の万国、ほら吹き大会など、現在も話し自慢、ホラ自慢の人々が集まる、ホラ話のイベントが開催されている。ホラ吹き男爵をモチーフにした20ペに引きって、縄文の格子で自分の馬が真っ二つにされたことに気づかず、走り続けたというエピソードを元にしている。ヨーロッパで特に知られているのは、ホラ吹き男爵ことミュンヒハウゼン男爵が活躍する、通称、ホラ吹き男爵の冒険である。実在する人物であるミュンヒハウゼンのエピソードに、民衆の間で語り継がれていた、様々なホラ話が集合して作られていったもので、1785年に、ルドルフ・エーリヒ・ラスペが、英語で出版、その後、ゴットフリート・アウグスト・ビュルガーが、さらに洗練された形にリライトして1786年にドイツ語版を出版した。児童向けに書き直されたものも各国で読み継がれており、映画も繰り返し制作されている。新明介護原辞典三省堂、2011年、841ページ、トールテールの他に、ホークスも、ホラ話と訳されることがあるが、前者が信じられないような奇想天外な話を指すのに、対し、後者は実際にはないものをあたかも存在するかのように見せかけていっぱい食わせるといった意味合いで用いられる。アメリカホラ話山谷三郎解説278から280ページホラ話の中のアメリカ役者解説370から371ページエドガー・アラン・ポー小説全集一草原推理文庫1974年413から416ページ、山崎文夫、ホラ話、初めて学ぶアメリカ文学史、ミネルバ書房、1991年、149ページ、日本昔話辞典624ページ、日本昔話辞典651ページ。ありがとうございます。